皆さんこんにちは。私イッテ Q の撮影でヨーロッパから帰ってきたばっかりなんですね。それでヨーロッパ行って私大変なショックを受けました。ある国の観光バス、そこにその国の言葉が書いてあります。その横に韓国語で書いてあるんですね。その昔は例えばレストランに入るフランス語のメニュー、英語のメニュー、その下に日本語が書かれてました。今や日本語じゃないんですよ。韓国語、中国語なんですよ。これは日本の国力がどんなに落ちているか、世界の目が日本に対してどう変わっているか、円安は戸惑うもなく落ちている。私が孫に2万円送りたいと思ったら4万円用意しないと2万円にならないんですよ。ね、今1ポンド203円ですよ。恐ろしいことです。ドルは160円、ユーロは170円ですよ。大変なことになってます。そして日本の無駄遣いは止めどを知らない。ワクチンを買いすぎて、それを時間内に皆さんに配らなかったから期限切れだと言って破棄する。何百億、1000億を超える、ね、ワクチンが破棄されたんですよ。なんてもったいないことだと思いませんか。ひどいと思いますね。私が住んでいる渋谷、東急本店、中国に買われました。ね、名所が、東急本店通りがなくなってしまうのか。ね、そして九州ではハウステンボス、広大なとして美しい建物が HIS がお金をかけて作り直しました。そこも中国に買われてしまっている。そのような状態ではね、今にいいですか、日本は3人日本人がよればそのうち2人はね60歳以上、そして少子化がどんどん進んでいる、ね、30年後に日本があるかどうか、それぐらい私は危惧しております。日本の国力を、ね、強くする、この東京から、ね、世界で発信していただく、それが実行できるのは鴨上さんだけです。ここに若い子たちが集まって。皆さん、鴨上図書、どうか栃木に送ってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。どうか皆さん良いお年を迎えください。早いな。